固定資産税とかですね、火災保険とか、それから減価償却費なんですよね、そこら辺も全部ですねこのような計算をして除いていかないといけないということになってしまうわけです。こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、思わぬ税金、子供にタダで貸すことの悲劇というテーマでですね、お送りしたいと思います。まあ、よくですね、アパートの一室、空き家になっている、ね、空き室に空室になっているというところで、じゃあ子供にですね、じゃあそこに住まわせようかというような方が結構いらっしゃると思います。まあ、そのような場合に思わぬ税金がかかってくる可能性がありますよということですね、お伝えしていきたいと思います。で、今日のアジェンダですね、まず、どんな税金がかかってくるかというとですね、まず贈与税に影響してくるんじゃないか、それから所得税に影響してくるんじゃないか、それからどうやってそれバレるのという話ですね、子供にタダで貸してるかどうかというのがどうやってバレるのかというところ、最後まとめていきたいと思います。まあ、大体ですね、こういったことですね、子供のためにですね、親心で、子供が独立するにあたって、どっかで賃貸すると、でそのお金もったいないからという親心でですね、じゃあ、ね、空き室があるから、ね、そこに、住みないよという形で、親心でやってる場合がほとんどじゃないかなと思うんですけども、税金はですねそこに対しても容赦がないですよということですね、今日は、理解していただければと思います。でまずですね、タダで貸すっていうのは何なのかということですね。タダで貸すっていうのは何かというと、民法ではですね使用貸借契約というような、契約になっているということですね。まあ、きちんと民法上では認められた契約なんですよということになるわけです。タダで貸す契約としてこう認められるということですね。で子供がですね部屋を借りる費用がもったいないと言ってですね、この、賃貸物件ですね、アパートとかマンションの空き室一室をですね使わせるっていうことがよくあるんじゃないかということですね。でそこに対して税務上の問題がないのかどうかというところをですね、ちょっと掘り下げていきたいと思います。でまずちょっとパッとこう思い浮かぶのが、贈与税の問題ですかね。ただで貸すと、ただで利益を受けているということに対して贈与税がかかるんじゃないかという話です。これに関してですね、相続税基本通達というものがありまして、9バー10というものですね。どんなことが書いてあるかというとですね、夫と妻、親と祖父母と孫など特殊の関係がある者のですね、相互間で無償または無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には経済的利益を受けたものとして贈与税の課税対象として取り扱いますよというふうに言ってるわけです。こういった家族間ですね、家族間で無償で、土地、家屋を貸していた場合、経済的利益、利益を受けてるじゃないかと、経済的な利益を、受けてるじゃないかということで、そこに対して贈与税かけますよということを言ってるわけです。でただしですね、ただしその利益を受ける金額が少額である場合、または課税上弊害がないと認められる場合には強いてこの取り扱いをしなくても妨げないものとするというふうに、書いてあります。つまりですね、ただで貸していたとしても、本来であれば贈与税の課税対象なんですけども、結構こういうのあるじゃないですか、タダで貸してあげるとかですね、特に親子間で、あると思うんですよね。なので、これ実務上はですね、これ課税上弊害がないものとして贈与税の課税はされていないというのが実態です。なので、これに関してはですね、そんなに気にしなくてもいいのかなと。確かに、経済的利益を受けていてですね、贈与税の課税対象かもしれないなというふうに思うかもしれませんけれども、これに関しては、課税上弊害がないかなというところでですね、実態は課税されてないということになります。で今度は所得税ですね。所得税、どういうことかというと、親族にですねタダで使用されているということはですね、事業で使用していないということだということですね。事業で使用していないということです。つまりこれ自宅で使っているのと同じじゃないかという話なんですよ。つまり自宅の経費というのはですね、これ家事費として経費にならないということですね。例えば自宅で使っている電気代とか水道代とか、これは家事費という扱
扱いです。なのでそこに対しては経費になる。まあ、それと同じようにタダで使用されている部屋、これについても経費にできないということだということなんですね。まあ、つまりその部屋にかかる修繕費だったりとか水道光熱費などですね、経費計上はできませんよということになってきます。さらにですね、さらにもう少しちょっと怖い話というか影響ありそうなのがですね、こちらですね、この部屋に直接かかる経費が計上できなくなるだけではなくですね、間接的にかかる経費も計上できませんよということになってしまうということなんです。まあ、どういうことかというと、建物全体にかかる経費ってありますよね。で、その部屋に相当する部分の経費が計上できないということなんですよ。どういうことかというと、これ具体例で見た方が分かりやすいかなと思います。例えば固定資産税、都市計画税、建物とか全体にかかってますよね。土地建物全体にかかってくるものです。で、それに関して、全額計上できるわけじゃなくて、その部屋ですね、ただで貸している部分はこれ自宅と一緒ですから、その部分を差し引かなければいけないということです。あと火災保険とか地震保険もそうですね、建物全体にかかってきてるわけですから。あとは修繕費、建物全体にかかる修繕費ですかね、大規模修繕で外壁の塗り替えしましたよみたいな、まあ、そんなのもそうですよね。建物全体にかかる仮益の利子ですね、当然、仮益もですね、建物全体で、融資を受けて借りてるわけですから、この利息というのは全体にかかるものですよね。なんか共用部分にかかる水道光熱費もそうですかね、これも建物全体にかかってきますよというものになってきます。でこれに対してですね、その貸してないスペースに対応する部分を除かなければいけないということになるわけです。まあ、例えばですね、借益の利息が年間100万円でしたと。で10室のうち1室を子供にタダで貸しているというふうに、考えていきましょう。で部屋の大きさは全て同じだということですね。でそうするとですね、まあ、通常であれば100万円を、まあ、経費計上できるんですけれども、まあ、このうちですね、貸してない部分ですね、タダで貸している部分を、計算していきます。100万円かける10分の1ですね、10室のうち1室をですね、貸してないということになりますので、10分の1、10万円です。ここが経費にできませんよということになるわけですから、100万円引く10万円、90万円ですね、ここが、経費計上していくものになってきます。でこれは借入金だけですけども、まあ、先ほど例で見たとおりですね、いっぱいありましたよね、固定資産税とかですね、火災保険とか、それから減価償却費なんですよね、そこら辺も全部ですね、このような計算をして除いていかないといけないということになってしまうわけです。でこれに対するですね、やっぱりインパクトはものすごい大きいわけですよ。これ積み上げていくとですね、ものすごい大きな金額が経費計上できないっていうことに、なってしまうということですね。まあ、それによって税金が上がってしまうということに、なってしまうわけです。じゃあこれはですね、どうやってバレるのかということですね、お話ししたいと思います。実際ですね、ただで貸してるかどうかなんていうのは、ね、確定申告書を見てもですね、なかなか、分からないというのもあるのかなと思いますね。じゃあ実際ですね、これどうやってバレるのかというと、まあ、税務調査とかですね、税務調査とかで管理会社から送られてくる送金明細を見せてくださいというふうに言われるわけですよ。で送金明細ですね、毎月毎月家賃がいくらですよという形で、送られてくる送金明細ですね。でその時にですね、まあ、空室であれば例えば101、0円で、まあ、備考欄にこう空室っていう書いてあるんですよ。空室なんだなって分かるんですよ。でもこれですね、タダでですね、こう貸してる場合どのようにこう書かれるかというと、まあ、管理会社によって違うとは思うんですけども、まあ、101、0円と一緒ですね。で、備考欄にですね、オーナー仕様という形でこう書かれることがあるんですよ。オーナー仕様、オーナー仕様ということは、まあ、私的に使ってるのかなっていうのがもう一発で分かってしまうんですよね。子供に貸してるのかなという形でもう一発で分かってしまうということになるので、大体ですね、この送金明細から分かってしまうと、で分かってしまうとですね、まあ、計上してた、ね、経費、ここがダメだよというふうになってしまうわけです。それが利息だったりとか減価償却費だったりとか、あと火災保険とか、まあ、いろんなところに影響を及ぼしてしまいますので、まあ、それだけでですね、かなりの修正になってしまうということですね。ということで、まとめていきたいと思います。安易にタダで貸すとですね、所得税がですね、増える可能性が
ありますよということですね。所得税だけじゃなくて住民税にも影響してくるんですけども、思わぬですね増税になってしまいますよということになるわけです。ですから所得税的にもですね、あと子どもの教育的にもですね、やっぱりある程度の家賃を払ってもらった方がいいんじゃないかなというところになってきます。まあ、特にですね子どもの教育的にですね、やっぱりタダで借りるということは、そもそも特別なんだよということなので、きちんとですねやっぱり対価をいただく、まあ、そこはやっぱり教育的にもですね、やっぱり必要なんじゃないかなというふうに私は思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。